エミ、二十歳の誕生日おめでとう。あんなに小さかったのに、もう成人になったのね。ありがとうお母さん。ここまで育ててくれたこと、感謝してるよ。今日で大人になったあなたに話があるわ。突然なんだけどね。あなた、今すぐお家を出て行ってくれるかしら？え？二十歳なんてもう大人よね。大人なら、一人で立派に生きれるはずよ。あなたの荷物はもうまとめておいたわ。だからそれを持って好きに生きてちょうだい。ちょっと待ってよお母さん。急に家を出て行けってどういうこと？一人立ちしろって言ってるのよ。あなたは高卒でもう働いてるし大丈夫でしょ？とっととこの家から出て行ってちょうだい。一人立ちって言われてもあまりにも急すぎるでしょ？娘だからっていつまでも親に甘えてるんじゃないわよ。子供は二十歳になったら親の元から巣立つの。もう養育費ももらえないあんたに用はないのよ。え、養育費？別れたあんたの父親からもらっていた養育費だよ。はあ、エミが成人するまでって約束だったからもうもらえないわ。毎月5万ももらえてたのにな。ちょっとお母さん、まさか養育費がもらえなくなるから私に出て行けって言ってるの？当たり前じゃない。今後あんたと暮らしても1円ももらえないんだよ。そんなのただのお荷物じゃないの。そんな荷物私はいらないんだよ。娘に対してお荷物って。養育費がもらえないあんたはただのお荷物だよ。じゃあお母さんが私の親権を取ったのは養育費のため？娘のことが大事だからじゃないの？あんたが大事？お金がもらえる道具としては大事だったわね。え？子供引き取るだけで毎月何万ももらえるんだよ。そのために引き取ったに決まってるじゃない。ひどい。私のこと今までそんな風に思っていたんだ。価値のない娘にひどいと思われてもね。あんただって養育費目的に引き取っただけだから。そうだったんだ。私に対して冷たいなって感じていたけど、それは私のことをお金にしか見えないからだったんだね。ああそうだよ。あんたに愛情を感じたことは一度もないね。分かったら言われた通りに出て行きな。そしてもう二度と私の前に現れるんじゃないわよ。え、それって私と縁を切るってこと？まあそういうことだね。実は結婚考えてる人がいるんだ。え、お母さん結婚するの？だってあんたが成人になれば養育費ももらえないんだよ。養育費がもらえないってことはただでもらえるお金が0円になるの。生活のために結婚相手を探すに決まってるじゃないの。生活のために結婚するんだ。それでね、お母さんと付き合ってる人実はめちゃくちゃ稼いでる人なのよ。めちゃくちゃ年収1000万とか？そんなもんじゃないわよ。なんと年収1億の会社社長よ。年収1億？しかも会社の社長なの？すごいでしょ。お母さんの結婚相手にぴったりだわ。そんな人とお母さんがどこで知り合うんだよ。立場とかが違いすぎるのに。女は綺麗だといくらでもチャンスがあるんだよ。あんたも私に似てたら玉の輿に乗れたのにね。冴えない元旦那に似ていてかわいそうだわ。お母さんのアホ頭に似なくてよかったと思ってるけどね。は？それで本当に結婚するつもりなの？年収1億の会社社長さんと。私には何かの冗談にしか聞こえないけど。本気で結婚するに決まってるでしょ。1億よ1億。こんな結婚のチャンスなかなかないんだからね。そっか、うまくいくといいね。もし結婚が本当に決まったら連絡してよ。最低限の挨拶だけはするからさ。は？あんたに連絡なんてするわけないでしょ。二度と私の前に現れるなって意味がわからないわけ？え？お母さんね、彼には子供はいないってことにしてあるの。冷たい旦那に捨てられたかわいそうなバツイチ女性って設定なのよ。私のこと伝えてないの。それって危ないんじゃない？結婚考えてるならお互いのことを包み隠さず伝えるべきだよ。あんたってバカね。子持ちシングルって肩書きがどれだけ男にモテないか知らないの？男はちょっと影のある女が好きなんだよ。前旦那のせいで傷を抱えた女みたいのが一番モテるんだよ。確かにお母さんは頭にどうしようもない傷を抱えてるけど。ちょっとそれどういう意味よ。アホって言ってるんだよ。育ててくれた恩は感じてたんだけど、養育費目的だったんだね。恩を感じるだけ無駄だったよ。養育費ももらえないあんたなんていらないんだよ。分かったらとっとと消えな。私は女として第二の人生を歩むんだよ。言われた通りにしてあげるよ。
何があってももうあなたのことはお母さんだと思わないからね。それは助かるわ。だって私は子供がいない設定だもん。年収1億の社長と結婚するから二度と現れないでね。娘がいても邪魔だだけだからさ。言われなくてもそのつもりだよ。え？お母さんに黙っていたけど、私もいずれは出ていくつもりだったんだ。それが少し早まっただけだよね。むしろ好都合だよ。なんだそうだったの？じゃあお互い利害の一致ってことで今日から他人よ。私に娘はいない、あんたに母親はいないってことで。了解。それじゃあね、今までありがとう。エミ、あなた今どこに住んでるの？お母さんに住所教えてくれないかしら。どちら様でしょうか？私に母親はいませんが。何言ってるのよ。あんたを産んで成人まで育ててあげたお母さんだよ。私にお母さんはいません。失礼します。ちょっと待ってよ。あんた娘のくせにお母さんに冷たくするなんてひどいじゃない。私に言った言葉覚えてる？あなたに娘はいない、私に母親はいない、だよね。そんなこと言ったかな。覚えてないな。記憶障害出てるんだ。早めの病院受診をおすすめします。そんなわけないでしょ。あんたせっかくお母さんが連絡してあげたのにひどすぎるわよ。ひどいのはどっちだよ。玉のこし子のために娘のことを捨てたよね。それでよくのこのこと連絡できたよね。あの時はごめんね。お母さん改めて冷静に考えたの。養育費なんてなくてもあなたは大事な娘だわ。やっぱりエミとまた一緒に暮らしたいの。玉のこしの話は白紙になってようやく冷静になれたんだ。でも今更私に媚び売っても遅いんだよ。え？どうしてそれを？それって何のこと？年収1億の会社社長と結婚直前まで話が進んだのに、お相手があなたのことを身元調査していて、それで結婚理由も子供がいることも全部秘密にしていたことがバレたってこと？なんでそのことを知ってるのよ。だって身元調査された側だもん。急に知らない人が家に訪ねてきてね、 DNA 鑑定をしてもらいたいって頼まれたんだよね。娘と名乗るなって言われたけど、DNA 鑑定するなとは言われてないじゃん。協力してくれたら報酬もくれるって言うからさ。20歳の一人暮らしにはお金って結構必要なんだよね。あんたがその調査に協力しなければバレなかったのに、なんてことしてくれたのよ。拒否した方が怪しいでしょ。そういうことだったのね。完璧な設定がなぜバレたのか不思議だったのよ。まさかエミのせいだったなんて。元旦那に捨てられたかわいそうな女って設定だっけ？実際は浮気癖のあるお母さんが離婚を言い渡されただけなのにね。かわいそうなのは浮気もされたのに娘も奪われたお父さんだよ。うるさい。誰があんたを成人まで育てたと思ってるのよ。とっとと今住んでるところを教えなさい。そしてお母さんを養いなさい。あなたを養う？私が？養育費はもらえなくなったけど、娘のあんたが働いてくれたら生活はできるわ。今まで育ててあげた恩返しとして私のことを養いなさい。あなたのことはもうお母さんだと思えないし、何より慰謝料請求されてる人と一緒に暮らしたくないな。え？慰謝料請求のことも知ってるよ。会社社長さんに結婚詐欺だって訴えられてるんだよね。完璧な設定を作ったのがあだになったね。知ってるなら話が早いわ。じゃあ養わなくてもいいから、私の慰謝料はあんたが払いなさい。いいわね。よくないよ。なんで私があなたの慰謝料を払わないといけないんだよ。娘だからよ。親の慰謝料は子供が払うものなの。ここまで育ててきた恩返しとしてあんたが全部支払いなさい。私をここまで育てたのはお父さんの養育費のおかげだよ。私が恩返しするのはお父さんだけだから。え？成人して一人暮らしできたおかげでようやくお父さんと会えたよ。お母さんが言うように私ってお父さんになったよ。あんた元旦那に会ったの？今まで会わせたこともなかったのに。電話番号だけはしてたんだよね。それでこの間連絡取って数十年ぶりに会ったんだ。それで今までの養育費の使い道やお母さんの使い込みの記録も渡したの。え？養育費って何のためにあるか知ってる？子供を育てるためのお金なんだよ。それお母さんが私利私欲に使うのはいけないよね。そんな使い方してないわよ。私は全部あんたのために使ってきたわ。会社社長と出会うために大手の結婚相談所に登録してたみたいだね。入会金20万、
私の養育費口座から引かれてたよ。ああ、私が部活に入りたいってお願いした時もお金がないからって許してくれなかったよね。でも翌日養育費を使って飲み歩いてたことも知ってる。娘として一番近くで見ていたからね。違うのよ。これはたまたま勘違いして使っただけなの。ちゃんとあなたのために使っていたわ。私が親権を取ったのは養育費のためって聞いた時の回答覚えてる？お金がもらえる道具としては大事だったって言ってたんだよ。その時の LINE を証拠として提出してあるから。証拠って何よ。そんなもの元旦那に提出して何になるのよ。養育費の返還請求をするための証拠だよ。え？お母さんが使い込んだ私の養育費、しっかりお父さんに返してもらうからね。ちょっと待ってよ。私は今慰謝料請求もされそうでやばい状況なのよ。それなのにあんたたちも私のことを訴えるの？そうだね。ダブル訴訟、頑張って。え？どんなに大変でも助けないよ。だってあなたに娘はいないし、私に母親はいないからね。それじゃ、お元気で。玉残しのために私を捨てたお母さんは、その後弁護士を立てるお金もなく、元婚約者の会社社長に慰謝料を、そして元旦那のお父さんに使い込んだ養育費を支払うことになりました。それらの支払いのために今は職場を掛け持ちして一日中働いているそうです。ちょっと聞いたわよ、沙織ちゃん、結婚式のこと。涼子さん、こんにちは。お兄ちゃんと涼子さんにはこれからご連絡しようと思ってたんですが、もしかして母から聞きました？聞いたわよ。ちょうど私今お母さんと一緒にいたの。まああなたの実家でもあるコウタの家で同居してるからずっと一緒にいるのは当たり前なんだけど、兄と涼子さんがまさかうちの両親と同居してくれるなんて思っても見なかったですよ。同居は絶対しないっていう宣言を結婚式で涼子さんがされていたので。そんなことよりあなたの結婚式、ハワイ挙式なんて本当？海外で挙式するなんて聞いてびっくりしたんだけど。そうなんです、ハワイ挙式が私たちの夢で、お互いに海が好きで、もともと出会ったのも海ですし、海が見える教会でやりたいねって話をずっとしていたので。何それ、ずるい。ずるい？私も海外挙式っていうかハワイ挙式は良かったのに、私とコウタは来ないの。しかも地元の小さな式場だったのよ。アットホームな感じでとっても素敵だったと思いますけどね。素敵じゃないわよ。いろいろと妥協してあの結婚式にしたのよ。私は海外挙式は良かったし、ドレスだっては有名なデザイナーの新作は良かったし、カラードレスもあと2着は着たかったし、ゴンドラに乗って登場したかったし、ケーキだって10段くらいのでかいのが良かったの。ゴンドラに10段のケーキっていつのバブル期の人ですか？友人の結婚式でも今時そんなの見たことないんですけど。うるさいわね。とにかく豪華な結婚式をしたかったの。でも見積もり出してもらったらすごい金額で、コウタが無理って言うから仕方なく我慢してあげたの。コウタの妹な妹らしく、私たちの結婚式をレベル抑えなさいよと言われましても、私たちは私たちの望んだ結婚式をあげたいからその準備をしてるだけです。そんなわがまま言うなら私出席してあげないわよ。出席してくださらないんですか？それは仕方ありませんね。当然でしょ。何が嬉しくて私たちよりもいい結婚式を見なきゃいけないのよ。私は認めないわ。それではお兄ちゃんと涼子さん宛ての招待状はご迷惑でしょうし、送らないようにします。っていうか何をあげること前提で話してるのよ。認めないって言ってるでしょ。あなたたちの海外挙式はキャンセル。国内で私たちよりもグレードの低い挙式をしなさい。披露宴だってそうだからね。どうして涼子さんに私たちの結婚式を決められなきゃいけないんですか？私があなたのお兄さんのお嫁さんで、あなたのお兄さんは長男だからよ。あなたはよそに嫁入りするんだから、この家を継ぐのは必然的にこうだでしょ。つまりこの家の主人であり当主にゆくゆくはなるのよ。コウタがそのお嫁さんの言うことは聞くべきだわ。そんな横暴な。横暴？何言ってるのよ。
あなたのご両親と一緒に住んであげて、家だって継いであげるって言ってるの。我が家に関わることに口を出すのは当然の権利だと思うわ。結婚式場は決まってますし、契約もしてしまったので今更変更なんて無理です。ちょっとキャンセルするだけじゃない。お断りします。涼子さんたちの結婚式が涼子さんの望んだものじゃなかったとはいえ、それは私たちには関係のないことです。申し訳ありませんが、キャンセルするつもりはありませんし、今さら式場を変えるつもりもありません。往生際が悪いわね。コータに言いつけてやるんだから、もういいわよ。沙織、お前はどうして涼子の言うことを聞かないんだ？涼子さんから聞いたの？結婚式の話。俺は仕事中なんだよ。面倒事を起こすなよ。お兄ちゃんの会社がなくて望んだ結婚式ができなかったからって、私の結婚式をやめろとか言う権利、そっちにはないよね。お兄ちゃんのお嫁さんなんだから、そっちで何とかしてよ。お前は昔からどうしてそう生意気なんだ？生意気？お前は妹なんだぞ。末っ子なんだから、おとなしく俺らの言うことを聞くべきだ。ちょっと待ってよ、それじゃお兄ちゃんも私の結婚式海外でしちゃダメとか言うの？当然だろ。俺たちは地元であげたんだ。そもそも海外で結婚式なんかしたら招待客の人に迷惑だろ。みんな喜んで参列するって言ってくれてるわよ。そんなわけないだろ。ご祝儀よりも交通費の方が高くつくし、旅費は私たち持ちだし、招待客の旅費とかもプランに組み込まれてるの。時間だってかかる。日帰りは無理だろ。泊まりにはなってしまうけど、だから時期をちゃんと考えてるし、身内とか本当に親しい友人だけしか呼ばないもの。とにかく海外挙式なんか許さない。お母さんたちは楽しみにしてくれてるわ。俺たちは親戚とか幅広く呼べるように地元で結婚式挙げたんだぞ。我が家の後取りとしていろいろと考えたんだ。お前とは違って自分たちのわがままを抑えて、周りのことを考えて空気を読んで地元の結婚式場であげたんだ。自分たちがやりたいことを提案した見積もりがすごい額になったから単純に諦めただけでしょ。そんなことない。そうだって涼子さんが言っていたわよ。私と彼はハワイで挙式をあげたいから計画的に準備をしてきたの。二人でそのために貯金だってしたし、お兄ちゃんたちは貯金もせず無計画に結婚式をしたから、予算と見積もりが合わなかったんでしょ。なんでお前がそんなこと言えるんだよ。俺たちの経済状況なんか知らないだろ。いや、はためから見ても普通にわかるわよ。結婚式前に婚前旅行だなんだってやたら海外旅行してたじゃない。涼子さんの SNS なんか毎日のように美味しそうなランチの写真とか豪華なディナーの写真とかアップされてたし、あれだけお金を湯水のように使ってて、結婚式まで自由にあげられるくらいの収入をお兄ちゃんが得てるとは正直考えられないわ。普通のサラリーマンのお兄ちゃんが、俺にだって貯金くらいあるわ。本当に？貯金箱に入れてる小銭貯金のことじゃないわよね。なんでそんなこと知ってるんだよ。妹だから。お兄ちゃん昔からお酒もタバコもパチンコもやめてないのに、貯金なんかできてるの？趣味のプラモデルだってお金かかるでしょ？だからどうしてお前がそこまで知ってるんだよ。自分たちがどれだけ SNS に個人情報を垂れ流してるか自覚してないの？危機感なさすぎじゃない？自分たちの散財が原因で希望の結婚式はできなかったのに、私たちの結婚式に口出すのは違うと思う。そんなこと言うならお兄ちゃん、お前の結婚式出てやらないぞ。涼子さんと同じことを言うのね。お前が後悔してももう遅いからな。たった一人のお兄ちゃんが参加しないって言ってるんだぞ。本当にいいのか？来たくないって言ってる人に無理に来てもらう必要はないから好きにして。私たちは私たちのやりたい結婚式をやりますから、もう関わらないでね。上等だ。後で後悔するのはお前だからな。お兄ちゃんはお前の結婚式なんか認めてやらないから。お前が個人情報を垂れ流しにしてるっていう SNS にもお前の結婚式に反対だって書き込んでやるから、地元の友達とか見るかもな。そしたらお前誰にも言われないからな。ざまえみろ。他の人を巻き込むようなやり方はやめてよ。大人げない。
お兄ちゃんと涼子の言うことを聞かなかったお前の方が大人じゃないだろ。それじゃ俺はまだ仕事あるから、お前のことは金輪際妹だってことを認めてやらねえからな。沙織ちゃん、今どこにいる？美味しいクッキー買ったから一緒に食べない？あー、結婚式のためにハワイ行ってるんだっけ？ご苦労様ね。時差があるので、LINE に気づくのが遅くなってごめんなさい。クッキーはお兄ちゃんと涼子さんで食べてください。今ハワイ？ちょうど空港に着いたところです。お母さんたちはこっちにいるけど、もしかして二人きりの挙式にでもなったのかしら？ねえ、予定通りですよ。私たちは先にハワイに来て、結婚式の最終打ち合わせと準備をしてるだけです。お母さんたちは明日の夜の便のはずですけど、準備してません？準備なんかしてるわけないじゃない。え、どういう意味ですか？だって結婚式はないでしょ？何を言ってるんですか？結婚式はありますよ。もしかしてまだ知らないの？だったら早く式場に連絡した方がいいわよ。私たちが地元で地味な結婚式だったのに、年下のあんたらが海外挙式なんて生意気でしょ？だから気を利かせて結婚式キャンセルしてあげたわ。ありがとうございます。え、なんで俺？結婚式場のキャンセルしたのってやっぱり涼子さんだったんですね。何？やっぱり？あんた知ってたの？涼子さんが私のふりをして結婚式キャンセルの連絡をした後、たまたま私が結婚式のことで担当のプランナーさんに連絡をして、話が噛み合わなくてあれってなったんです。あんた連絡しちゃってたの？キャンセル処理直前でよかったです。それじゃあ私がキャンセルした結婚式は？キャンセルになりましたよ。え？キャンセルしたの？結局涼子さんがキャンセルしたんじゃないんですか？確かにそうだけど、それじゃあなんで今ハワイにいるのよ。私たちが契約したのって日本にあるハワイ挙式をパッケージで扱ってる代理店なんですよ。だからその代理店の担当者さんがプランナーさんから話を聞いて、私たちが本当は一番式を挙げたかった式場に急遽キャンセルが出て、式場変更しませんかって提案してくれたんです。なんですって？私たちの第一志望のところって本当に人気でタッチの差で予約が取れなかったんですよ。でも今回涼子さんがキャンセルして、そのタイミングで第一志望のキャンセルが出て、空きを知ることができたので感謝してるんです。それじゃあ結婚式はするし、なんだったら第一志望？こういうところなんですよ。素敵でしょ？何これ、私の理想のガラス張りの式場、しかも目の前の全部海だなんてずるい。涼子さんのおかげで望んだ最上級の式をあげることができます。そんなつもりじゃなかったのに。しかも私たちが式場変更したことで、空いた元の式場、ちょうどキャンセル待ちしてたカップルがいたみたいで、そちらはそちらで感謝されてましたから、涼子さんのおかげで2組のカップルが自分たちの希望の結婚式場で挙式ができることになったんですよ。嘘でしょ？式場の変更は招待客の皆様にも伝えてますし、母も父も結婚式には来てくれる予定なので、明日の晩からは涼子さんとお兄ちゃんだけで我が家の留守をお願いしますね。ちょっと待って、私も行くわ。どうせ旅費はあんた持ちなんでしょ？だったらちょっとでも私その結婚式の空気を味わわせて。白のワンピースのあるからそれ着て、コータにもスーツ着させて、写真写るだけでもやらせて。え、無理ですよ。写真だけ撮らせてくれればいいから、 SNS で自慢するだけよ。また SNS？ でも申し訳ないですけど、ご招待してないので飛行機も宿も取ってません。来るなら自腹だし、これからチケットとかもろもろ手配するのは結構大変かと。写真撮らせてくれるだけでもいいんだってば。それも無理です。スケジュールは決まってますし、式場を自由に使える時間なんかありません。そんな、それじゃあただ指くわえてあんたたちが理想の結婚式あげてるのを我慢しろっていうの？大丈夫です。明後日には涼子さん宛に私からのプレゼントが届きますから。プレゼント？きっと人生変わりますから楽しみにしててください。それでは私たちはこれから最終の打ち合わせに行きますので失礼します。ちょっと待ちなさいよ。ねえ、
と、沙織ちゃん、これ何なのよ。ごめんなさい、こっちは夜中なんです。通知切りますね。切るな。あんたからのプレゼントってこれ？ふざけるんじゃないわよ。あんたたちの結婚式や私たち年上は気遣って何が悪いんでしょ。あ、請求書届きました。キャンセルしたのは涼子さんですからね、支払ってくださいね。え、私が支払い？それですよね、私たちが契約してた結婚式場のキャンセルをしたのは涼子さんです。でもあんただって納得してキャンセルに同意したんでしょ。結果的にそうなってよかったってだけで、そもそも私の名前を語ってキャンセルの電話をしたことは事実ですよね。大丈夫ですよ。キャンセル料って言っても向こうからの提案もあって、式場変更して別のカップルが新しく契約してるので、その式場変更の手間賃だけですから。その手間賃がどうして70万もかかってんのよ。キャンセル料だと一桁ゼロが増えてるところですよ。70万で終わってよかったですね。何にこんなにかかるっていうの？今まで打ち合わせでハワイに行った交通費と式場変更の事務手続きの費用と招待客への式場変更するご連絡のための郵便の手配とかもろもろです。それから式場変更するとき宿泊する宿も取り直さなきゃいけなかったり、ちょっとしたバスのルートを変更したりとかいろいろあって、それくらいになりました。式場変更なんかあんたたちの独断じゃない。だからそのきっかけは涼子さんなんです。キャンセル直前で私がたまたまプランナーさんに連絡をして、そのプランナーさんが変更点を代理店に連絡したことで発覚したってだけで、1時間でも私の連絡が遅かったら本当にキャンセルになってたんですよ。だからって私に負担させるのは違うでしょ。式場変更するということはそれだけお金がかかるんです。今までその式場でやろうと思っていた計画が一度白紙になり、もう一度打ち合わせに時間を割かなきゃいけなくなる、それだけのことをあなたはしてかしたんです。反省していただくためにもこのお金は払っていただきます。そんな、コータに言ってこんなの無効にしてもらうんだから。言っておきますけど、それは正式に私たちが弁護士さんに代理にお願いして法律にのっとって請求しているので、簡単に破棄するとかはできませんよ。弁護士？支払い拒否をしたいなら裁判で争うことになります。こちらには代理店にあった私の名前を語ってキャンセルしてる人物の通話記録と録音データもありますし、あなたが SNS で鬼退治成功、結婚式潰してやったわと悪意満載で書き込んでる記事を印刷したものもあります。嘘でしょ。兄同様、何でもかんでも SNS で垂れ流すのはどうかと思います。ちょっと待ってよ、私専業主婦なのよ。こんなお金払えるわけないじゃない。言いましたよね、人生が変わるプレゼントだって。働きに出るいい機会じゃないですか。働きに出る？母から聞いてます。同居はもともとお兄ちゃんたちの経済的な理由からで、何度も生活費だけは入れてほしいとお願いしているのに、お金を家に入れもせず、涼子さんは家事を担ってくれるわけでもなく、正直ただの極潰し状態だって。私たちは同居してあげてるのよ。あくまで両親の希望だってことですか？そうよ。それじゃあ両親は同居を望んでないので、お二人は出て行ってくださいね。え？今回の私の結婚式の件で、さすがに堪忍袋の尾が切れたそうです。ハワイから帰国したら話があると思いますよ、同居解消のことで。ちょっと待ってよ、コータの給料じゃ暮らせないから同居してるのに。やっぱり経済的な理由じゃないですか。家賃も生活費もいらないから、コータの給料を私とコータで好きに使えるのに。家賃も生活費も意図的に払ってないだけですよね。とにかくお兄ちゃんたちには実家から出て行ってもらいます。そんな、ごめん沙織ちゃん、お願いだからお父さんたちを説得して。お断りします。もうそろそろ寝ないと結婚式に響くので失礼しますね。待ってよ沙織ちゃん、見捨てるの？今後のことは弁護士さんにお願いしていますので。待って、今見捨てられたら一文出して家を追い出されることになる。コータが貯金してないこと知ってるでしょ沙織ちゃん。通知切らないで、ブロックしないで沙織ちゃん。
私たちの結婚式は無事に終わり、父と母は帰国してから兄たちを追い出したそうです。兄はまさかキャンセルの電話まですると思っていなかったそうで、請求書を見て激怒。結婚式の反対を擁護していた兄にも責任があるとして兄嫁は逆にで、現在兄と兄嫁は喧嘩が絶えず離婚寸前だとか。兄嫁は最近生活のためと私への支払いのために働きに出ながらなんとか生活しているらしいです。今日はどうもありがとう。ヤマトの彼女に会えて嬉しかったわ。こちらこそありがとうございました。山田くんのお母さんに会えて私も嬉しかったです。あら、そうなの。でもごめんなさいね、建前の挨拶はこれくらいにしましょうか。え、私ね、やっぱり嫌なのよ。ボス家庭の娘なんかに大事な息子をあげたくないの。だからね、全て言わなくてもわかるわよね。すいません、よくわかりません。まあ、こんなこともわからないなんて。やっぱり母子家庭の娘さんはちょっと頭が弱いのね。ますます結婚なんて許したくないわ。え、息子のヤマトと別れてほしいの。今日をもって交際やめてちょうだい。待ってください。あの、母子家庭が理由というなら少しだけ考え直してくれませんか。そんなの時間を無駄にするだけです。え、ヤマトは私が大事に育った息子なの。優秀で会社社長の息子で、ものすごく将来も有望なの。貧乏母子家庭のあなたから見たら悪魔の王子様だろうけど、こちらから見たらあんたはただのバフンよ。バフンですか。私そんなことを人に言われたの初めてです。あら、そうなの。じゃあ念のためにもう一度伝えてあげる。バフンごときがうちの息子に近づかないで、底辺は底辺の男と結婚でもしてちょうだい。今日はごめんね、母さんが失礼な発言してて。今日一日ずっと母子家庭のかなちゃんって呼ぶなんてきっとすごく不快だったよね。やっぱりあれもわざとだったんだ。私の考えすぎかと思ってたよ。本当に嫌味な人なんだよ、うちの母さんは。結婚のことは俺がちゃんと納得させるからね。ありがとうヤマト。でも陽子さんはかなり私のことを嫌ってるみたいだし、結婚のことは長期的に考えていこうか。そんなの俺は嫌だよ。早くカナと結婚したいよ。ヤマト君、だから俺だけに考えたんだよ。ちょうど今度母の日があるだろう。その日に両家の母親連れてどこかに出かけないか。美味しいものでも食べに行こうよ。私の母親と陽子さんを合わせるってこと。母さんは母子家庭に偏見があるだけなんだ。今日のだって礼儀もマナーも完璧なからに何も言えなくて、それで無理やり難癖つけるような感じだったし。そうかな。だから次はカナのお母さんに直接会えば、いかにカナたちが素敵な親子か分かってくれるよ。母子家庭の偏見も取れると思うんだ。そうなってくれればいいけど、うまくいくかな。俺、カナのお母さんのことをすごく尊敬してるんだ。女で一つでカナを立派に育てて、同時進行で社会人学生として大学にも通ったりしてたんだよ。本当に尊敬するよ。娘の私から見てもお母さんは体力お化けだからね。そんな人に直接会えたらきっと俺の母さんも変わってくれると思うんだ。だからダメかな。もし失礼な発言をしたら今日みたいにその場ですぐ母さんに注意するから。母に聞いてみるね。ちょうど母の日どうしようかと考えていたし、前向きに考えてくるよ。お母さん、留守電聞いてくれた？そういうわけで母の日一緒に出かけたいの。ヤマト君のお母さんにもぜひ会ってほしいんだ。ええ、留守番なら聞いたわ。ちょうど予定も何も入っていなかったの。楽しみにしているわね。ありがとう。じゃあ早速ヤマト君に伝えてくるね。ええ、よろしくね。あ、そうだ、その前に先にお母さんに伝えておきたいことがあるの。今は大丈夫？あら、何かしら。実はそのヤマト君のお母さんは母子家庭を心よく思っていない人なんだよね。あら、そうなの。
でも誤解しないでね。だからお母さんが悪いとかじゃないから、私が陽子さんとうまくコミュニケーション取れていないせいだから。でもそのそれで何か当日お母さんの気分が悪くなるようなことになったらごめんね。かな、私には変な気を使わなくていいのよ。つまりあれよね、母子家庭の偏見丸出しの人と会うってことよね。お母さんドキドキしちゃうわ。まあ簡単に言うとそうなんだけどさ、なんかごめんね。なんでカナが謝るのよ。それに私こういうの大得意だから大丈夫よ。え、母子家庭への偏見なんてもう慣れてるわ。言いたい人には言わせておくのが一番よ。お母さん、私たちはいつも通りお食事を楽しみましょう。私たちはどんなご家庭よりも親子仲がいい自信があるもの。それさえ見せつけておけば彼のお母さんも何も言えないわよ。今日はお疲れ様でした。素敵なお食事会だったわね。何が素敵な食事会ですか。あんなのってひどすぎます。あら、お料理が口に合わなかったのかしら。まあ貧乏母子家庭のご出身だもんね。三つ星レストランの食事なんてしたこともないわよね。ご飯は非常に美味しかったですよ。でもその美味しいご飯を台無しにしたのは陽子さんですよね。あら、何のことかしら。私だけでなく母のことも今日は罵倒しましたよね。あまりにもひどすぎます。罵倒って何のことかしら。私は品のない言葉なんて使っていないわよ。母子家庭を選ぶ親の気が知れないとか、娘さんには身の程というのを教えてあげるべきですとか、最初から最後まで嫌味満載だったじゃないですか。十分品のない態度ですよ。私思ってることがつい出ちゃうのよね。私一人バカにされるならまだ耐えられます。でもこんなのってひどいです。母は私の自慢なんです。ヤマタ君との交際も婚約も応援してくれていて、そんな人を傷つけられてさすがに私も黙っちゃいられませんよ。じゃあ何かしら、今すぐ息子と別れてくれるのかしら。はあ、そこまでひどいとか文句を言うなら、とっとと息子のヤマタと別れたら。考え方を変えればあなたが全て悪いのに。どうして私が悪いんですか。あなたが早くヤマタと別れてさえいれば今日の食事会はなかったし、お母さんもひどい嫌味を言われなくて済んだのよ。だから全てあなたが悪いのよ。よくそんな風に開き直れますね。優しいヤマト君の母親だとは思いませんよ。そんなあなたたちは親子そっくりね。垢抜けないバフンみたいなあなたと、いかにも苦労してきましたってくたびれた顔のお母さん、もうそっくりすぎて笑っちゃったわ。なんですって。そうそう、そっくりといえばかなちゃんのお母さんって昔会った女性にすごく似ていてびっくりしたわ。もしかしたら負け組の惨めな女ってみんなそういう顔の作りをしているのかしら。それはどういう意味でしょうか。昔ちょっとしたトラブルに巻き込まれたのよ。その方もあなたのお母さんと同じく旦那さんに捨てられたって方でね。あの時の惨めな女の顔にお母さんがそっくりだったの。惨め顔の DNA ってあるのかしら。ついには母の見た目まで侮辱ですか。さすがにもう我慢の限界です。じゃあトットとヤマトと別れてくれるかしら。惨めな母子家庭の娘と息子は結婚させられないわ。恨むならあなたの母親を恨んでちょうだいね。お前が夫を奪ったんだろう。え、恨むなら母親を恨め。なら母親の私はあなたを恨んでいいのよね。だって母子家庭になったのはあんたが原因だもの。ちょっと何なの。あなたもしかしてカナちゃんのお母さん。ええ、カナの母親です。今日はありがとうございました。まさかこんな場所で因縁の女に会えるとは思いませんでしたよ。ああ、因縁の女ですって。確かに私たちは母子家庭です。夫がいません。というか夫に捨てられました。でもこれは逆に私から夫を奪った人がいるってことなんですよね。ですよね、陽子さん。20年前は当時の夫であるアキトがお世話になりました。え？アキトさんですって？
やだわ、もう忘れたの？彼から総額数千万も巻き上げていたくせに。え？ああ、それとも会社社長の素敵な旦那様に欲介座の手術でもおねだりしたのかしら？水商売をしていた過去の記憶を全て消してくれる手術とか？ちょっと待って。あなた何を言い出すのよ。私が水商売ですって？変なこと言わないでちょうだい。あなたこそ変なこと言わないでちょうだい。ごまかそうったって無駄なの。私はあなたのその顔を一度も忘れた日なんてないんだから。え？私が夫と離婚した原因は当時の夫であるアキとの浮気です。夫は夜のお店で出会ったあなたに熱を上げてしまい、彼女と一緒になる約束をした。もう私とは結婚生活を続けられないと妊娠中の私を捨てたんです。一体何のことやら分かりませんね。私は夜のお店なんて働いています。その適当なごまかしっぷり、まるであの時と一緒ですね。当時私があなたを不貞で訴えても、ただの接客を旦那さんが勝手に勘違いしただけですってごまかして逃げ切ったのよね。本当に何のことだか分かりませんね。私は当時のあなたのお店在籍時の写真を持っているんですけどね。え？夫との営業メールとの同行のやり取りも、あなたが逃げるためにお店を変えた後の現地名も、その後の写真だって全部あるんですけどね。なんですって？でも何も覚えてないんですもんね。記憶改ざん手術ってすごいわ。でもあなたの旦那さんに見せたら、私の写真と奥様が同一人物かどうかくらいわかりますよね。やめて！ あの、全部認めるから言わないで！アイトさんのことなら覚えてるわ！私が結構ちらつかせて、見つぶせた不渡役よ！あなたが店に乗り込んできた日のことも全部覚えてるわよ！思い出してくれてありがとうございます。どうも改めてお久しぶりです。あなたが昔にあった惨め顔の本人です。なんでこんなことになってんのよ！こんな偶然、絶対にありえないのに！私もびっくりしましたよ。母子家庭で辛いことがあった時も、全部あなたへの恨みが私のエネルギーだったの。その顔が現れて腰を抜かすかと思いました。お願いします。どうか息子と主人には何も言わないでください。二人には夜の世界にいたことは秘密にしてあるの。随分と都合のいい方ですね。あれだけ私や娘をバカにしておいて、自分のお願いを聞いてくれですか？そこをどうかお願いします。今日のことや昔のことは日を改めて謝罪に伺います。なんだったらその時に土下座でもします。だからどうか全て秘密にしてください。おはようかなちゃん。ちょっと確認なんだけど、あなたお母さんから何か話は聞いてるかしら？おはようございますようかさん。私の母から話ですか？いや、何も聞いてないならそれでいいのよ。朝からごめんなさいね。どうも失礼しました。もしかしてあなたが父の浮気相手だってことですか？いやー、びっくりですよね。まだ実感が湧きませんよ。え？その話、お母さんから聞いちゃったの？そりゃ私のスマホを持ってLINEしてるんですもん。このやりとりどういうこと？ってすぐに母を問い詰めました。その知られたなら仕方ないんだけど、どうかこのことは秘密にしてもらえないかしら。主人も息子のヤマトも当然何も知らないのよ。つかぬことをお聞きしますが、自分から言うつもりはないんですか？言えるわけないじゃないの。主人には純情少女を熱演していて、おかげで今の結婚があるのよ。一人も家庭を壊しておいて純情少女ですか？それに息子には良き母として厳しく育ててきたし、そんな母親がまさか水商売していたなんて絶対に知られるわけにはいかないわ。それなら大丈夫だと思いますよ。大和くんは仕事ごときで人を差別するような方じゃありませんし。いいから、私のことは全部秘密にしてって言ってるでしょ。そしたら息子との結婚を認めてあげるわ。だからこのことは誰にも言わないで。まさか交換条件のつもりですか？何よ、あなたにとって悪い話ではないじゃない。
むしろ息子にバラしたりなんかしたら一生結婚を認めてあげないんだからね。息子のヤマトと結婚したければ私の言うことを聞きなさい。別に母さんに認めてもらえなくても結婚はできるから。え、母さん潮らしく頼み込むかと思いきやこんな時まで高圧的な態度、ほんと母さんにはがっかりだよ。母さんってヤマトなの？ああ、俺だよ。ちょうど彼女と彼女が実家に来てたところなんだ。カナちゃんのご実家ってまさか呼び出されたの？あの女すべて息子に言うつもりね。違うよ、俺から頼み込んでご実家に来たんだよ。え？昨日の母さんがあまりにも失礼すぎてね、昨日も謝罪はしたけどそれだけじゃ足りないと思って今朝も謝りに来たんだ。そうなの？母さんのせいで息子は改めて菓子折り持って朝一の謝罪だよ。それなのに母さんは一体何なんだよ。もうすでに全部カナから話は聞いた。俺は母さんが恥ずかしいよ。違うのよヤマト、これにはいろいろとあって。言い訳なんて聞きたくないね。母さんはただ最低な女だよ。そんな、でもカナのお母さんはそんな母親の息子である俺も認めてくれたよ。大事に育てたカナの結婚相手として認めてくれたんだ。母さんとは全てが大違いだよ。いやー、ヤマト、お母さんのことを嫌いにならないで。水商売なんてしてごめんなさい。でもほんの学生時代の2年間しかしてないから。母さん、何を勘違いしてるの？俺ががっかりしてるのは母さんが夜の仕事を隠していたからじゃないから。人の家庭を壊しておいて平気なところにがっかりしているんだよ。え、そうなの？どんな内容でも仕事は仕事だ。夜の仕事だろうが恥じることじゃない。でも人の家庭を壊すなんてことはどんな事情だったとしても許されないし恥ずかしいことだよな。さすがにやりすぎたかもとは思ったけどね。本当に家庭を壊すつもりはなかったのよ。まさか本当に離婚してくれるとは思わなかったし。言い訳は聞きたくないって言ったよな。事実カナのご両親は離婚してるんだ。それが全てだよ。はい、でも安心して、カナもカナのお母さんも父さんには伝えるつもりはないってさ。本当に優しい二人だよね。もう過去のことだからって。本当ね、嘘じゃないのね。主人には黙ってくれているのね。まあだから俺が代わりに全部バラしてくるよ。じゃないとこんなの不平等だろ。え、あれだけ二人をバカにしていたんだ。母さんも家庭を壊される痛みを味わった方がいいよ。そしてそこから家族をやり直す大変さもね。ヤマト、お母さん、カナちゃんとの結婚に今は賛成しているの。だからそんな意地悪はやめてちょうだい。偏見に苦しむ人の気持ち、母さんも味わえよ。それじゃね。すべてを息子から夫にバラされた陽子さんは、ご主人から、息子の結婚と同時に離婚しよう。と言われたんだそうです。陽子さんは泣いてすがったそうですが、お前は母子家庭の方々をバカにしていたようだが、俺は君と結婚生活を続けることが恥ずかしいよ、と離婚届を突きつけられたとか。その後私と大和くんは無事に結婚し、つい先月には結婚式も挙げました。私から母への熱い手紙とは対照的に、息子のヤマト君からネットに落ちてたコピペだけの手紙を棒読みで読まれた陽子さんは別の意味で泣いていました。ねえねえ、かなた、超ビッグニュースがあるんだけど知りたい？ねえねえ、知りたいよね。なになに、急にどうしたの？ビッグニュースって悪いニュースじゃないだろうね。そんなわけないじゃん。ちゃんといいニュースだよ。きっとこの子も大満足の幸せなニュースだはずだわ。そんなにいいニュースなのか？ならもったいぶらずに早く教えてよ。実は私、妊娠しちゃいました。え？妊娠って本当か？俺たちの子供ができちゃったのか？うん、どう？幸せなニュースでしょ。幸せすぎて爆発しそうなくらいのニュースだよ。俺たちに子供ができたなんて、やったー！
カナタは早く子供が欲しいって言ってたもんね。喜んでもらえて嬉しいよ。まさかこんな幸せなことが結婚式前日にわかるなんて、俺は今世界一幸せな男だよ。さすがにそれは大げさだよ。でもおめでたいことだし、明日の結婚式でみんなにも伝えようね。きっと親も友達もすごく喜んでくれると思うの。もちろんだよ。ああそうだ、それなら俺今日は萌の家に行っていいかな。俺萌の家に泊まりたい。え？なんていうか喜びを一緒に味わいたいっていうかさ、それに妊娠したからだって大事にしてあげなきゃだろ。一緒に泊まって明日も一緒に式場に行こう。どこかで転ぶことがないよう俺が付きっきりでそばにいないと。そんなの大げさだよ。ちゃんと一人で会場に行けるから安心して。でも親も兼ねて一緒にご飯も食べたいし、どうせ明日はお互い朝早いんだからいいよね。うん、それはごめんね。実は今日女友達とご飯なのよ。ああそうなの。制約を破るわけにもいかないし、帰りも何時になるかわからないし、家で待たせるのも申し訳ないから、予定通り明日は式場集合にしよう。転ばないようにしっかり気をつけていくからさ。友達との制約があるならそれは仕方ないな。わかった、それじゃあ気をつけていくんだぞ。もちろんお酒は絶対に禁止だからな。もう一人の体じゃないんだから気をつけて楽しむんだぞ。はいはい、それじゃあ明日式場でね。ちょっと聞いて聞いて、あいつ超簡単に騙せたんだけど。え、誰を騙したの？誰よって、婚約者のカナタに決まってるじゃん。もうまたこんな時間まで寝てて寝ぼけてるんでしょ。そろそろちゃんと起きてよね。今夜私との大事なデートでしょ。デート？ああ、まだ寝ぼけてるの。今日は結婚式前にいいとこ連れてってくれるって約束だったじゃん。それで朝まで一緒にいてくれるんでしょ。結婚前にゆっくり二人だけで過ごそうって約束したじゃん。ああ、そうだったそうだった、ごめん今思い出したわ。もう相変わらずお寝坊さんね、忘れん坊なんだから。まあそこがゆうくんの好きなところなんだけどね。そうそう、俺お寝坊さんで忘れん坊さんだからさ。なんでお前の婚約者騙すことになったんだっけ。いやー昨日飲んだお酒が抜けなくて頭が回んないや。昨日ちゃんと話したでしょ。私のお腹にゆうくんとの子供ができたんだよ。でもゆうくんがまだ男としてけじめがつけられる状況じゃないからって、ひとまず婚約者と結婚しとけって言ったんじゃん。あーそうだそうだ、なんか少しずつ思い出してきたわ。だから私ゆうくんには言われた通りにしてきたよ。ついさっき婚約者の彼方に妊娠報告してきたの。そしたらあいつバカみたいに喜んでてさ、世界一幸せ者とか言ってるの。そっか、じゃあとりあえず順調ってわけなんだな。うん、あとは予定通り明日カナタと結婚式を挙げてそのまま入籍。私はしばらくあいつの嫁として過ごすから、その間にユウくんは私との結婚のために頑張ってね。そうだな、俺も頑張らないとだな。本当だよ、土日も仕事が忙しい職場なんて、私のために早く転職してよね。そしたら男だらけのむさい社員寮だって出て行けて、私と赤ちゃんと3人で暮らせるんだから。言われなくてもわかってるやん。ああごめんゆうくん、もしかして怒っちゃった？私偉そうに説教なんてしちゃってごめんね。私いつまででも待てるからね。ゆうくんのペースで転職して大丈夫だからね。でもそしたらずっと思えばあいつと結婚生活を送ることになるんだぞ。そんなの私は大丈夫だよ。カナタなんて ATM だと思っとけばいいんだし、むしろ萌のこと心配してくれるなんて嬉しい。 ATM ってさすがにひどいだろうそれ。何言ってるのよ、昨日ゆうくんが自分で言ってたんじゃん。カナタなんて ATM にして給料奪い取れって。結婚したら家計管理は私がやる予定だから、へそくりたくさん作るね。それで貯金貯まったら毎年旅行の子供と3人で行こうね。旦那の金で旅行か、いいご身分だな。それが妻の特権ってものでしょ。それよりももうお家出た？せっかく婚約者の誘いを断ったんだからドタキャンはなしだよ。今更だけどそれでいいの？明日結婚式なのにさ。いいに決まってるじゃん。結婚しても私にとってゆうくんが一番だからね。
子供の父親のことを絶対に彼にバレないように育ててみせるからね。明日の結婚式後もうまく抜け出すから、今日も明日も一緒にいようね。ずっと二人で地獄にいろや。え？よくもまあこんなバカバカしいラインできるもんだな。萌がそんな女だと思わなかったよ。ゆうくん？誰がゆうくんだ。 LINE の送り先を見直せ、このバカ女が。なんであんたに LINE 送ってるの。私ゆうくんに送ってたのに。送ってねえよ。最初から俺に送られてきてるよ。浮かれてしょうもないミスをしたんだろ、この浮かれフルーツポンチめ。そりゃ浮かれるよな。頭にバカみたいにさ、グランプ乗せちゃうよな。だってうまくいけばこのまま俺と結婚して、たくらん計画も順調だもんな。俺のことを ATM にできるもんな。いや、その違うのよ。あかなた、今までの LINE は全部違うのよ。何がどう違うんだよ。これはあれよ、冗談なのよ。だったら、もしたくらん計画を知ったとき、あなたはどうする？的な。今そういうのが流行ってるのよ。バカにするのもいい加減にしろ。結婚式は中止で婚約破棄だ。慰謝料請求するから覚悟しておけよ。え、私慰謝料請求されちゃうの？当たり前だろうが。浮気した上にその相手との子供を俺に隠して産もうとして、婚約破棄の慰謝料請求されて当然だよ。明日の結婚式のキャンセル料、これも払ってもらうからな。結婚式のキャンセル料金って全額だよ。価格を抑えるためにそういう保険に入っていなかったじゃん。契約後のキャンセルはどんな理由でもどんな時でも全額って契約じゃん。なあ、だからその全額は萌が払いよ。それが無理なら優くんに助けてもらうんだな。そんな。じゃあな、俺の怒りが収まったら後日両家で話し合いだからな。それまでに覚悟を決めておけよ。おい萌え、俺は結婚式はしないって伝えたはずだぞ。式場の迷惑になるだけだから今すぐ帰るんだ。何が迷惑よ。私は予定通りに挙式するだけなんだから。何が挙式だよ。俺とお前は婚約破棄したんだ。強行突破で俺と結婚しようとしても無駄だぞ。キャンセルしたのに新婦が来てるって会場スタッフも困ってるんだ。わがまま言ってないで早く帰ってこい。何よそれ。私はあんたが覚悟を決めろって言うから決めたのに。っていうか、どうせキャンセル費用 100% なら挙式した方がお得でしょ。ゆうくんと挙式したっていいじゃない。え、ゆうくんと挙式って、まさか浮気相手と結婚するのか。ええ、そうよ。だからキャンセルは不要よ。私が彼とあげるんだから。は、お前何言ってるんだ。何よ、あんたがあげないなら私と彼をあげるだけじゃない。それならキャンセル料金もかからないのよ。どうせお金を払うことになるんだから、挙式した方がお得じゃない。その理由で挙式できるお前のメンタルを尊敬するよ。母になる女は強いのよ。婚約破棄が何だって言うのよ。本当に好きな人と一緒に乗れるチャンスだもんね。それはどうだかな。けじめがつくまでは結婚できないって逃げるようなやつだぞ。今だって式場に来ていないんだろ。彼をバカにしないでくれる？彼はたくらんごときで怒って、婚約破棄するようなあんたとは違うのよ。は？休日も仕事があるような忙しい人だけど、私が連絡すればどんな時間でも連絡くれるような人なの。今日だって仕事を無理やり休んで来てくれるって言ってたもんね。あんたが逃げ出すなら、新郎を変えて結婚式あげたらいいだけ。お腹の子供の本当の父親と幸せな家族になるんだもんね。お前の頭はお花畑か。え？既婚者男がこんなところに来るわけないだろ。幸せな家族どころか不幸な家族しか作っていないってことに気づけ、このバカ頭が。え？既婚者男って誰が？お前が待ってる男だよ。え？慰謝料請求するにあたってすぐに調べたんだ。悪いけど合鍵で部屋も入ったぞ。部屋が汚いからってあまり入れてくれなかったけど、浮気証拠はたっぷりの部屋だったな。勝手に入ったの？プライバシーの侵害よ。でもそのおかげでお前が既婚者男に騙されてるってのが分かったぞ。ゆうくんとやらはきつい工場勤務の独身男らしいな。
そうよ。でもそのおかげで体はバキバキの筋肉で超かっこいいんだから。仕事も忙しいけどその分しっかり給料が出て稼ぎもいいし。だが実際は大手会社勤務のサラリーマン、嫁もいてお子さんもいて社内じゃ愛妻家として有名らしいぞ。へえ。土日も仕事が忙しいって言われてたんだっけ？それ仕事じゃなくて家族サービスに忙しいんだよ。へへ。奥さんも大層美人で夫婦円満らしいな。離婚とはほど遠いおしどり夫婦として有名らしい。そんな何歳よ。よくは独身で私と結婚したいって子供のことだってすごく喜んでくれたんだから、今日の結婚式だって絶対に来てくれるもん。よく私との約束破ったことないもん。じゃあお手並み拝見だな。愛妻を取るか婚約者と二股するような浮気女を取るか、ゆうくんとやらはどっちを選ぶんだろうな。私に決まっているでしょ。絶対に来るもん、よくは来るもん。ああそうかよ。ちなみに結婚式は新郎新婦が二人揃ってることが条件らしい。もしゆうくんが現れなかったら結婚式は中止で即刻キャンセル料の支払いだったよ。即刻花嫁姿でいちいちずっと来ない男を待ちほうけたら、この花畑女。そしたらいずれ頭の骨も枯れて冷静になるだろうよ。言っておくけど俺は一切同情しないからな。婚約破棄の慰謝料請求、首洗って待っておけ。やはりゆうくんは現れずに LINE もブロックされて連絡も取れなくなったようです。そんな模様をご両親が回収し、この度は娘が申し訳ありませんでしたと、挙式のキャンセル代全額と慰謝料400万を一括で支払っていただきました。その後の萌えは噂によるとゆうくんの居場所を突き止め、花嫁姿でその家に突撃。当然第二の修羅場が始まり、地獄絵図のような毎日を過ごしていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。